え、何もかも失ってないか、俺。大丈夫か。うわ、遠い。ロメオとパラちゃん、かっこいいんじゃない、この並び。オッケー、このままどう？いつもここにいてくれた二人はもういない。よし、くよくよしてても仕方ないから、なんとか、空からの手段を探すしかないな、やっぱり。いや、雨が。空も泣いてやが。はい、というわけで、新たにプテラノドンをね、テイムしてサドルを装着するところまで、帰ってきました。いやー、長かった。まあ、くしくもね、置いてきたプテラノドンよりもレベルの高いのがちょっとテイムできたので、ちょっと嬉しいんですけれども。まあね、ちょっとこれで、空から一応探しには行きたいと思います。まあ、ちょっと望みは薄いけど、ロメオなんとか生きていてくれ。あそこだけど、あの辺にロメオが、待って、みんな、ロメオ生きてた。そう、ありがとうロメオ。アイテム回収 OK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 。 よし、夜明けかな。ならディロフォとバリオニの襲撃はありましたが、ロメオ強いね。なんかね、なんだろう、もうこの辺のボスと化してるかもしんない、こいつ。だいぶね、安心して任せられる感じではありますね。ああ、もうすごいもん、なんか。いた！なんだ、何が来てる、何が来てる。大丈夫、なんか大変なことになってない？おお、すごい。大丈夫か、これ。これさすがに大丈夫か。でっかいの4体ぐらいいるけど。おお、あ、でも逃げてるか。うお、すごい。ロメオマジ。ちょっと待って、ロメオさ、それはまずい。まずくないんだ。あっちの方ちょっと開けてるか。ロメオついてきてるな。あ、ちょっと開けた場所あるな。悪くない。ロメオしっかり飯食えよ、マジで。魚とか好きだろ、お前。魚食え。あ、魚食うとやばい。回復量エグチーわ。こんな HP のままロメオ置いとかせられないから。っていうか、ロメオこれ一旦ここに置いておいて、で、ちょっと一旦短期で探しに行くか。場所がどの辺だったかとか全然覚えてないんだけど、ああ、そうだね。あっちのゴツゴツした岩場ら辺なんだよな、多分。ちょっと待って、それっぽいとこ来たぞ。それっぽいってか、あれじゃねえか。今、山が見えたのよ。だからこの辺の岩場のどっかとかじゃない？で、割と岩場してたところだったから、ちょっと待って、ここ、あれ？ここだな。ちょっと待って。オッケー。よし。あった。来れた。そう、ここに建てようと思ってて、向こうでやられたんだよな。オッケー。今ここどこだ？ここか。こんなところか。そうなら、ベッドだけでも先に作ってまって、もうちょっと、基板だけサクサクっと作ってまうか。よし、とりあえず全然作りかけではありますが、ちょっと荷物を置くね、ボックス、タンスだけ作ったので、とりあえずね、ちょっとバリオニクス、ロメオが心配なので、ちょっとロメオを迎えに行きますか。こっからだと、あ、こっちだよ。こっちだってるね。このまま真っ直ぐか。ここ突っ切、レッドウッド突っ切ってくるのはちょっとどうかな。無謀な気もするけど、あ、まあ、最短真っ直ぐ。なんだこれ。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。欲しすぎるだろ。なんだこのカメレオン仕様。ちょっと、いやー、ちょっとバリを待てる？何にせよとりあえず。あ、やばい。ちょっと待って、無抵抗。お前は無抵抗。こいつでもって、はい、顔面に、打ち込んで。待って。頼む。あ、昏睡した。オッケー。危ねえけど2発でいけた。で、まあ、ちょっと、メジョベリーが好物ということなので、メジョベリーから入れて、まあ、こんなもんでどうだ？あ、で、こいつを、確か、こっからテイムしそうな距離、あ、そう、これで、はいと、目標付けとけば、ここに戻ってくるのもたやすいと。あら、意味がありましたね、テイムした意味が。オッケー、行きましょうか。開けた場所だったのは確かなんだよな。あ、ここ来たね、ここ来た気がするわ。うん。あ、ロメオいた。オッケー、じゃあロメオを、あっちだね、あっちの方まで連れて行きましょう。いや、これ逆にまっすぐ行けるから、全然便利なんじゃないか？問題はレッドウッドなんだよな。レッドウッドを超えられるのか。いや、さすが早いですね、ロメオ。いや、まあ、そこは、いや、痛い、俺も痛い。ない。大丈夫。待って、めちゃくちゃダメージ受けてない。テラーバードか。ロメオ、どこ行く？いい、じゃあ、無抵抗でついてこい。
これならどう、これならどう、ついておいて、ついておいて、そうそう、いい、もう、ムシ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 。オッケー、こっちロメオ、こっちロメオ、こっち。ちょっと体力がない、やばい。え、待って。いや、ロメオ、じゃあ中立で、ロメオいい、中立でいい。いけるか、ロメオ、今からごめん、いけるか。いやー、俺も痛い。じゃあこいつをなんとか離すか、ロメオから離して、あ、キルした、ナイス、強すぎ。ロメオ、ちょっとかっこいい鹿がいた。いや、そんなことどうでもいい。ロメオ。オッケー、ロメオおいで。ロメオ来てるか。ちょっと振り返りたい。さ、いない、了解。これどっちから行こう。この山を越えなきゃいけないから、越えなきゃっていうか、迂回、どっちから迂回しよう。こっちからにするか。頑張れよ、ロメオ。ちょっとな、傷は痛いかもしれんが、しっかり耐え、あ、この石が金属じゃない？わ、オッケー、金属の確保場所も確保。ちょっと興奮でよくわからんことを言っとるが、この辺はまあ肉食獣はいなさそうだね。まあこんなゴツゴツしたところに逆に草食獣もいないからね。草食獣がいないところに肉食獣ももちろんいないというところでチラッと確認。ロメオがいないな。ちょっと待って。あ、ロメオ来てる。あんまりゴツゴツしたとこ通らんようにしてあげないとな。あと500m。オッケー。もう近いよ。もう近い。うわー、待って、なんかやばいのいるわ。いや、ちょっとこれ、迂回しよう。こっちおいで。ロメオ来てる。ロメオ何してる？待って、おー、すごい、アロサウルスだったわ。アロサウルスってそんな簡単に倒せるもん。あと100メーター。もうすぐそこだから、この鹿と一緒に帰ろう。オッケー、ここまで来てしまえばもう、ロメオ来てるな、オッケー。で、こっからどうしよっかなーっていう感じなんだけど、ね、どうしようか。ちょっと待って。降りるなよ。まだ待てよ。行った。やばい。待て。痛い。オッケー。なんとかしたな。あ、落ちるなよ。気をつけろ。待って。もういいっしょ。待って。え、大丈夫？路面！ここまで来れるんだ。あ、なら、そうだ、ここ草食竜多いから、野営しよう。なんか、でんでん虫いる。ちょっと、ロメオ、どんな感じ今。ギリギリで生きている。あ、で、ちょっと待って、バリオニクスのサドルが来てる。これもう速攻で取るじゃん。あー、まあでも、まあ、作るには、あれがいるって感じか。そうだな、とりあえずこいつらをなんとか拠点に移動させたいから、まあ、安全なのはこっちからだよな。いけるかな、ロメオの HP 回復次第、いけるか。わりかしも、ロメオの、はい、HP も半分以上回復しましたので、まあ、これなら水生生物来てもなんとかなるんじゃないかなというふうに思います。仕方がない。行きます。もう。強行突破で行きます。ついてこいよ。頼むぞ。まあ、最悪、バリオニクスは大丈夫だと思う。うん。メガロなんとかがちょっと心配ではある。あんまり水面近すぎるのも良くない。鹿も来てる。なに。なんか来た。倒したか。あ、なんか、あ、でもよかった。これた。あとは、こっちから、まあ、登って向こう行くだけだよね。はい、じゃあ、あとは拠点まで連れてきて、無事完了と。よし、とりあえず、全員連れてくることができましたね。まあ、パラちゃん、まあ、尊い犠牲もありましたが、ただメンバー、あ、プテラノドン1。そしてこれちょっと、名前つけていくか。はい、鹿。はい、これがね、アナ。はい、そしてこいつがアナから派生して、エルサ。そしてロメオというようなね、メンバーでやっていきます。これからちょっとここに拠点を作って、ここでも生活できるような拠点の分岐をね、していきたいと思います。